ドラゴンクエスト9星空の守り人、実況者は TAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になっています。さてでは続きをね、やっていきましょう。キメラ飛んできた、いっぱい。竜の上とか乗り心地悪そうだな。おお、かっけえムービー。ははキメラ一掃。まさかまだ生きていたとは。ふふふ、生きていたじゃなくて生き返らされたなんじゃないかな。そんな気がするけど、くらえ、気合で吹っ飛ばした。ドラゴンボールじゃねえか。カメハメハだったよね今ね。お、誰か乗って、あ、乗ってないか。さすがだな。しかし、お、闇の力を吸収している。なんだ、目がピッコロだったな今。なんか強化されてるような気がする。さらなる力を得たのだ。これは効くな。ふふふ、デスボール。何をする気だ。ただ殺してはつまらん。あの里の最後も見せてやろう。いかん、このままでは。世話になったな。キヨ、ボルロ村の守護天使を知ってたんだな。わしはわしの里を守ろう。黒ギャル出てくるな、お前。こいつがゲルニック将軍の部隊から送られてきた新しい囚人です。うわ。おーおーおーおお。何でもこやつ、例のイザヤールの仲間だとのことです。それでゲルニック将軍はこのカデスの牢獄に送り込むよう命じられたのかと。このバカ者か。俺が必要としているのは天使だ。元天使なんだよね。牢にでも突っ込んでおけ。イザヤールどうなっちゃったんだろうね。まだ幹部として働いてるのか、それとも。完全にベジータじゃねえか。戦闘服みたいなやつまで、なんかもう。ベジータにしか見えねえ。
いや、まさかドラクエ5でもないのに牢獄に入れられるとは思わなかったな。どうやら死入りみてえだな。おら、いつまで寝てる、さっさと出ろら。はーい。作業場ね。ここに入って上に上がって渡って、よう遅かったな、新入り。俺の名はアギロ。お前さん名前は？ベジータ。ほう。しかしこいつは驚いたな。こう見えても囚人たちのまとめ役みたいなことをやっててな。牢獄のルール。なるほどね。このアギロさんはなんで捕まったんだろうな。捕らえられちまったんだろうか。ただのおっちゃんに見えるが。ここじゃ帝国兵どもに命じられて働かされている。お許しを。なんで回してるのかもわかんないのか。どういう、何かがあるんだろうな。ゴレオン将軍はギュメイ将軍、ゲルニック将軍と並ぶ帝国三大将なわけね。なるほどね。これは？見張りの塔やら帝国の連中の宿舎があるエリア。ん？ああ、じゃあ天使が捕まってるってことか、この先は。なるほどね。行ってみたいですね。ああ。そうか。これは天使と天使じゃないやつのあれなんだね。あー、そういうことなのか。グレイナルだって？そう、もらったんだよ。おう。了解。なんかいい兄貴だな。いい兄貴だな。これは講習台ですね、おそらく。ここは墓場？荒くれが一人佇んでるが、墓掘り人か。おお、道具？ワンチャンキメラの翼で逃げ出すっていう説が。ここは休めるんだ。なるほどな。あ、セーブできるのね。じゃあしとくか。地獄に仏とはまさにこのこと。まさかセーブできるとはな。持ち場ね。ここでいいのかな。あれ？あとはどうすればいいんだろうな。行けっていうフラグではないのか。そしたら一旦戻るのかな。
自分の牢獄にでも行ってみようか。違うな。お、でも OK っぽそうだね。まあまあ待って待ってと。あれ、でも違うんだな。話が進まねえ。進まねえ。どうしよう。あれ、まあどうしたもんかの。ここはいけない。ここに人いたっけ。あ、この人話したよね。あれ、ん、あれ。どうすればいいんだ。がしかし逃げられるわけか。もう特にやることはないから。おう、多分話が進まないからね、仕事しないと。その夜、今日一日働いて、ひどいね。このままじゃいけねえってんで、以前から俺たちの間じゃ脱出計画が練られていた。結界を通れるんだからね。雑な作戦だが、もともと当たる数はこっちの方がずっと上なんだ。そうだね、結界をなんとかすることができれば、もちろん協力しよう。今日はすぐに決起ってわけじゃねえ。了解した。いいね、プリズンブレイクだね。おはようございます。気持ちのいい朝です。さっさと起きましょう。おはようございます、ベジータです。さて参りましょうか。おほら、さっさとしろ。あ、サボってた人か。やるなら今しかね。おりゃ、限界だ。今こそ立ち上がる時、戦うべき時だ。ハリ島にある結界の発生装置を止めてきてもらう。了解した。俺たちはそれまでの間、帝国兵どもを抑えてりゃいいんだ。やるぞ、野郎ども。いいね、展開が。もう少し先になるだろう。やっぱり今日やろうみたいな、この展開の速さがいいよね。あとちゃんと装備を整えてくださいね。はーい。これ一人じゃ戦えないって頼むよ。てか装備品ないよね。え、あるのかい。没収されろよ、ちゃんと。まあ装備残っててよかったわ。そこまで教えてくれんの。ありがとう。あれ、
あ、そういうことか。了解了解。そこまで教えてくれんのか。ありがたい話だね。じゃあちょっと行ってまいります。じゃあ今回はここまでにしましょう。平凡な BGM 流れてるな。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。